はい、皆さんこんにちは。今日の機械人第35回目です。今回は歌手ギタリストの方です。チャーリー昴生さん。チャーリー昴生さんは兵庫県神戸市出身の歌手、ベーシスト、ギタリスト。いろいろな曲を出されておりますが、ルパン三世の、主題歌や、ルパン三世に関係するこの歌ですね。歌をたくさん出されておりまして、それで有名な方です。昭和25年10月14日生まれ。こちらの、民族名が書いてありますが、これらも参考にいたしまして、確認いたしました。この右側の方です。ルパン三世で有名な方です。平成4年3月25日の官報に載っておりました。ここに載ってます。ちょっと見やすいので、また電子版で表示させていただきます。これですね。チャーリー昴生さんの、このチャーリーというか、チャリーというのが書いてありますが、昭和25年10月14日、神戸市ということで、神戸市ですね。出身地が一致しまして、昭和25年10月14日、昭和25年10月14日と生年月日と、で、民族名が上昴生と書いてありまして、チャーリー昴生さんの昴生は、この光るの星なんですね。上昴生さんという民族名が書いてありまして、それが一致しましたので、あとチャーリーと。チャーリー昴生さんが、聞かされておりましたことが分かりました。こちらの方で、確認できました。こちらに別名で、上昴生さんを上白という風に変えまして、日本人らしく、見えるような、別名を持たれたりもしているようですが、で、ルパン三世の歌をたくさん作られてまして、例えばこういう場面のしみじみとしたときに、こういう文言でしみじみ歌っていた方です。思い出していただくと、なんとなくわかるんじゃないでしょうか。これですね。人気アニメの主題歌を、歌う方も、機械人の方ということで、そういう人気アニメの主題歌も日本人が歌うことが許されないということなんでしょうか。これが定めなんでしょうか。今回はですね、チャーリー昴生さんについて、確認いたしましたので、ご報告いたします。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。